新型コロナのワクチンって痛いの？副反応があるの？いつまで効くの？どれほど効果があるの？どうして2回打つの？若い人にも必要なの？一人ではわからないことばかり。だから一緒に学んでいこう。今まで私たちは教え合い、助け合い、迷いながら進み、考えた。みんなで考えた。きっとワクチンだって同じこと。不確かな情報より信頼できる情報。このワクチンは安全性が高いとされています。一人で不安を抱えるより信頼できる人の話を聞く。ワクチンを打った後の、反応、副反応とか、もう失敗しすぎなくて大丈夫です、はい、見えない未来。なぜワクチンで2回打たなきゃいけない。見えてきたリアル。こういった打つことによって免疫が上がってくる。非常に安全性の高いワクチン。一緒に学ぼう。ワクチンのことちゃんと知ることから始めよう。